どうも、不動産芸人のセラッキョです。イエーイ。さあ、というわけで本日の動画のテーマはコメントでリクエストいただいた内容のテーマとなっております。コメントいただいた方本当にありがとうございました。ちなみにですね、このコメントをいただきまして、セラッキョの方でコメントの返信という形でですね、あ、いいテーマだと思うので動画にしますねっていう風に返信をしたのが今から遡ること4ヶ月前です。なんと4ヶ月間もこのリクエストをほったらかしにしてしまっておりました。大変申し訳ございません。最近になってですね、あれ、そういやあのリクエストって俺ちゃんと返したっけと思って見返してみたら、あー、やばい、このリクエストほったらかしにしてもうてるやんってなって緊急で動画回してます。トップ YouTuber がよく言うやつ。ちょっと緊急で動画回してますけど、言ってみたかった。とにかくですね、大変申し訳ないことをしてしまったので、しっかりとこのリクエストにはお答えしていければというふうに思っております。物件の価格が下がる条件、様々いっぱいあるんですけども、一番下がる条件とは何なのか、これ一個あるんですね。これがあるとめちゃくちゃ不動産の価格下がっちゃうよっていうのがあるので、ぜひこの動画の中ではそれを紹介していければというふうに思っております。最後までご覧いただけましたら幸いです。それでは早速いってみましょう。ヒアイエゴー。さあ、というわけで物件の価格が下がる条件について様々お話をしていくわけでございますけども、冒頭でも申し上げました通りいっぱいございます。実際にコメントいただいた方も、川の近くとかって物件の価格下がったりするんですかみたいなことをおっしゃっておりましたが、おっしゃる通りで物件の価格下がります。まあ、今となってはね、治水技術がものすごく発達しているのでそんなに影響がないようにも思いますけども、まあ、歴史的な背景も踏まえてね、昔は治水技術がそこまで発達していなかったので、川の近くとかっていうのはもうほんと数年に1回とかのペースで川が氾濫しちゃって、でいろいろ水浸しになっちゃうみたいなことが平気であったんですね。でそういうふうな歴史的な経緯から、どうしても川の近くっていうのはそこまで高級じゃない住宅街が広がっていることが多いです。で逆に高台とか当時の災害のリスクがそこまでないエリアっていうのは、もともと大名屋敷があったりとか、大金持ちの地主さんがもともとから住んでらっしゃったりとかっていう歴史的な背景から、今も高級住宅がになっているっていうケースが多いです。ですから川の近くっていうのは今も物件の価格が安いことが多いです。また最近ね、結構こう水害ですね、増えておりますので、ハザードマップ、実際に重要事項説明の中で必ず賃貸売買含めて説明しなくちゃいけないっていう形にもなりましたので、これ以降ですね、さらにこう災害のリスク、実際にどの程度リスクがあるのかっていうのを鑑みて物件を購入する方が増えていくと思いますので、それが価格に影響していくっていうことは実際にあると思います。またそれ以外にもコメント主の方もおっしゃってましたけども、駅から遠いと物件の価格下がりますよね。おっしゃる通りです。やっぱり交通の便っていうのは非常に大事なんですね。公共交通機関、駅がどれぐらい近いか、またその駅がどれぐらい便利な駅なのか、どういう路線が乗り入れてるのか、これはめちゃくちゃ大事です。ですから駅が遠いと物件の価格が下がったりします。またちょっと意外かもしれませんけども、いわゆる高圧線、鉄塔、電圧線ですね、あれが近くに走っていると告知事項になります。ですから多少ではあります、ちょっとではあるんですけども、物件の価格に影響を及ぼします。実際に重要事項説明書の方にも、その他重要な事項という形で近隣に高圧線走ってますみたいなことが記載されますので、気にする人はやっぱり気にするんですね。まあ、今の科学では分かっていない部分もあるのかもしれないので、電磁波が人体に与える影響とかっていうのを気にする方は気にするので、どうしても物件の価格に影響が出ちゃう、そんなこともございますし、近隣に暴力団施設とかがあってもこれは告知事項になりますので価格下がりますね。でまた室内が汚かったりしても価格下がりますね。
で、築年数が古くなっていくとやっぱり価格下がりますね。もう上げ出すと確かにキリがないっちゃキリがない。皆さんどんどん思いつくと思います。古今東西物件の価格が下がる条件って言ったら2週ぐらいはすると思います。まあ、人数にもよるんですけど、だいたい皆さんが想定しているメンバーで一緒にいてスタートしたら2週ぐらいはするぐらい、みんな、あ、確かにそれも下がるねみたいな、まあ、2週ぐらいしたら下がるかみたいなのも出てくるかもしれないんです。まあ、それぐらいたくさんあるんですけども、じゃあ一番物件の価格が下がる条件って何なのかっていう話をしたいなと思います。不動産芸人。ちなみに皆さん何だと思われますか？一番物件の価格が下がる条件とは、中で人が亡くなっている、しかも自殺だったり殺人だったり、確かに下がりますね。非常に次買う人、次に住む人からしたら嫌ですよね。前の入居者が首吊っちゃってるとか、前に住んでたご夫婦が奥さん怒って旦那さん刺してもうてるとか、嫌ですね。確かに下がります。非常に下がりますが、それではございません。他にあるんです。事故物件よりももっと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 価格に影響を及ぼす、価格がガクンと下がる条件がございます。それは何かと言いますと、住宅ローンが使えない物件の時です。はい、この物件が理由で住宅ローンが使えません。そういう場合はめちゃくちゃ価格下がります。だって住宅ローンを組むから家を買えるんですよね。皆さんこの動画を見てる人の中にも実際に持ち家にお住まいの方いらっしゃると思います。3000万で買った、5000万で買った、下手したら1億で買ったって方いらっしゃると思います。基本的には銀行がお金を貸してくれたから買えましたよね。銀行がお金を貸してくれなかったら、なかなか手元に俺預金3000万あるでって方、なかなかいらっしゃらないと思います。住宅ローンを銀行が貸してくれるから物件って一般庶民でも買えるんですよ。じゃあ住宅ローンが組めないってなったら、この物件が理由で住宅ローンが組めないんですってなったら、購入できる層ぐーって減るんですね。じゃあどんな物件が住宅ローン使えないの、物件が理由で住宅ローンが使えないってどういうことっていう話になってくると思うんですけど、それは何個かあるんですけど、一つ大きな、まあよくある話としては、土地があって建物が建ってるけども、その土地が道路に2メーター以上接していないとき、これ実は建物建築できないんですね。現行の建築基準法だと、建築基準法が定める道路に対して2メーター以上その土地が接していないと建物建築できないんですよ。いわゆる再建築不可って言われる土地なんですけど、今は綺麗な建物がもし建っていたとしても、その建物が壊れちゃったら次新しく建物を建てられないんですね。ってなってくると、再建築不可の土地っていうのは銀行が住宅ローン貸してくれないんですよ。物件を担保にできないから。そうなってくると現金で買うか、もしくは住宅ローン以外の別の形でお金をどっかから借りてきて購入するしかないんです。住宅ローンだから金利が安いんですよね。今ね、すごい低金利で、変動金利とかやったら 0.5% 下回って 0.2 何本とかってね、なってますけども、そんなんじゃなくて、普通に借りてきちゃうと年利 10% とかねなっちゃいますから、みんな家買えないんですよね。ってなってくると物件の価格を下げざるを得ないので、そういう場合は物件の価格ガツンって下がります。まあそれ以外にも、いわゆる違法建築って言われるような建物は住宅ローン通りません。住宅ローン借りられません。要するに、この土地に対してこれぐらいの規模の建物を作りますねっていうのを事前に確認するんですね、行政に対して。で、行政から OK をもらって建築を始めていくわけなんですけども、普通はこの規模の建物を建てますねって言ったこの規模のものを建てますけども、それをちょっとなんかこう
なんかね、ちょっとなんか悪い心が生じちゃったのか、建築中にもうちょい大きしたれみたいな感じ。本来確認してたものよりもでかく作っちゃってたりする。で、それが今の法基準に収まっていない規模の建物になっちゃってるとかってなったら、これはもう完全に違法建築ですね。違法建築ってなってくると、住宅ローン組めないんですね。ってなってくると、物件の価格を下げざるを得ない。で、先ほど申し上げました、事故物件、確かに物件価格下がりますけども、その下がり幅とは全然レベルが違います。住宅ローン組めないってなると、何度も申し上げましたが、購入できる層が現金だけとかになってしまうので、じゃあ金額的に本来はその土地が違法建築じゃなければ再建築不可じゃなければ7000万8000万する土地であったとしても2000万以下になっちゃったりとかしますね。もう半額以下、4分の1とか5分の1になっちゃいます。はい、なので、これは明確な答えだと思います。なので結論を申し上げますと、一番物件の価格が下がる条件というのは、住宅ローンが組めない物件であるときでございます。以上です。はい、というわけで、結論出ましたね。ね、途中でクイズみたいな感じで聞きましたけども、なかなかこの答えが出た方はいらっしゃらなかったんじゃないでしょうか。意外と知られていない話なので、ひょっとしたら、明日使える豆知識みたいな感じでもあるかなと思うので、よかったら、実は一番物件の価格が下がる時っていうのは住宅ローンが組まれへん物件の時なんやでっていうので、よかったらあんまり角が立たないぐらいに自慢してもらえたらなというふうに思っております。ぜひチャンネル登録を何卒よろしくお願いいたします。またいいねやコメントなんかもお待ちしております。励みになります。何卒よろしくお願いいたします。というわけで本日は4ヶ月前にリクエストいただいたテーマの動画でございました。遅くなっちゃってごめんなさい。本当にありがとうございました。それでは皆さん、チンタイじゃなくてバイバーイ。